島はね結構昨日よりは昨日よりかは風がそんなに強くないですね。雨はパラパラ降ってるけど昨日よりかは風は強くない。ギフトありがとう。こんばんは。油断は禁物。そうですね。お買い物カート、できとるやん。ほんまやん。できるんこれ。これ設定した方がいい。今はできんよね。今は多分やったらいけないから。でもよかった。出現しましたね、急に。すごい気づいた方。送ったんですけど朝の4時起きで森尾は目がもう閉じる。眠いよ。もう今すぐ寝れる。4時起きでした。今日は偉いですか。偉いですか。ゆうちゃん偉い？うん。僕の目を貸してあげたい。受ける。ゴイゴイス。偉い。やった。で、今日は4時起きで、そこからモバメに書いたんですけど、今日はあのローモバのゲームイベントあったじゃん、あれで 2.5 期が勝利したんですけど、最終も中間もで、最終のやつの特典が雑誌掲載なんですけど、それの撮影をねもうしてきたんですよ今日。そうしてきました、4人で。で、その撮影をした後にレッスンしました。そう、レッスンをしたからちょっと前髪が濡れ気味なんですけど、あとその雑誌掲載の撮影がもう全部メイクさんがやる感じだったから、今メイクしとるけどめっちゃナチュラルメイクなんですよ。その撮影内容的にもなんかナチュラルメイクだったから、そうすっぴんに見えるでしょ。
いやもうレッスンで汗で落ちたのもあるんですけどレッスンで全部落ちたけど、でも今日はメイクさんがメイクもしてくれました。すっぴんじゃないよ。みんなメール見てくださいね。メールってみんなさ読んでますか？メールみんな貯めて読むのかな？え、来たらすぐ読む？みんな。それとも貯める？どっちだろう。ギフトありがとう。29に届いた？貯めて読むの？できればすぐ読んでほしいな。その日のうち？それは偉いですね。すぐ読む？バッチグー。貯めるの？じっくり読めないとき、まあそれはそうだね。そんな流し目で見るくらいだったら、まあ、じっくり読んでほしいので貯めてもいいけど。今読みました。リオツンはどっち？どういうこと？変身ってこと？あのあれだよ、直接返信、直接のメールの返信はあの例えばさ、今日送ったメールに関して今日ファンのみんなが返信してくれるとするじゃん。そしたら2週間後とかにまとめてくるんですよ、2週間分とかが。マネージャーさんからあのメールの返信、直接の返信はね、そう遅れてくるから。でもリオはあの X のハッシュタグリオとツンツンはもう速攻で返信探します。そうだから X の返信をみんなしてほしいっていうことなんですけど、すぐ読めるのがその X の返信しかないから。読み応えある？わーい。もう少しでも時間があればすぐ探します。雑誌いつ頃出るんだっけ？それはまだ言っちゃいけないみたいなので、それはまだ発表されてないから言えません。シマトビールはめっちゃ気になってる。本当ですか？メールの内容がバレちゃう、返信をしそう。あ、なるほどね。なるほど。カメラリオファースト写真集もしてますよ、ちゃんと。リオを何だと思っているんですか？エゴサの達人ですよハッシュタグはもうすべて隅から隅まで、もうカメラリオとかも、カメラリオハッシュタグついてるバージョンとついてないバージョンも見るし、ハッシュタグオカリヨシも見るし、リオツンとかでも見るし、もちろんファースト写真集のやつも見るし。
タグだけじゃなくて、その人のとこを入って、その人が何を投稿してるのかとかも見てます。舐めないでくださいねよ。ギフトありがとう。エゴサはいつする？お仕事が終わった後かな。リオさん見てるよ。鍵かけてる人はリオ見れないからね。リオがフォローしないと見れないから。でもフォロー、ファンの人はフォローしたらいけないから、鍵かけてる人は見れないですよ。何を投稿してるのか。ST48 もたまにするよ、検索。確かにいいね欄見れんくなったもんね。ウケる。ALT も読んでますよ。わざわざ開いて。まあそんな感じです。眠たい、もう目が閉じる。もうそう、明日はオンライン話し会です。みんな来てくれますか？来てくれる人、はーい。そう、明日はリオマイの日です。リオマイ、リオマイです。マイちゃんさんとおソロコーデをしちゃいます。で、服もね、もうあの決まってるんですけど、激カワですね。激カワです。そう、マイちゃんさんと話し合ってどんなのがいいかねって話して、で、マイちゃんさんが提案してくださったやつが超可愛くて、それにしましょうって言って、あのネットで頼んだんですけど、めっちゃ可愛いです。明日は優しくしてね。愛を届けてくれればその分優しくします。もう人間っていうものはですね、平等なんです。いや、なんかいや、だから求めてばっかりも、わかります？浮気しておいて優しくしてもらおうなんていう考えはですね、
ありえません。だから人間は平等です。だからもう優しくしてほしいならその分愛を届ける。そうすればその分優しく返しますっていう、こういうね、返し返されっていう関係です。って感じです。わかりましたか？今日は早く寝たいと思います。明日も朝早起きだから。お、はーいって、はーい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 って、ありがとう。え、達成した？え、キャンペーン？マジ？シャインマスカット、嬉しい、ありがとうございます。嬉しい嬉しい、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。わっわーい。やったー、シャインマスカットゲットだぜ。嬉しい、ありがとうございます。あんまり言えてなかったけど、みんながいっぱいギフト投げてくれて嬉しい、ありがとう。え、リオさん、まいちゃんさんの写真集さ、まだ 見れてないんですよ。もう早く見たい。早く見たい。見れてない、まだ。嬉しい、ありがとうね。キャンペーン達成ありがとうございます。また届いたらお見せできたらいいけど。嬉しい。やったー、2時間目ありがとう。フォローありがとうございます。試験さんありがとうございます。ぜひフォローしてください。中学じゃない、間違えた、高校1年生です。なんか初見さんがめっちゃ来てくださってる。どうして、ありがとうございます。ぜひフォローしてください。15歳です。リオツンって言います。予約、え、そう、予約もまだできてないんですよ。やばい、まいちゃんさん推しとして失格ですね、これは。ちょっと反省します。ちょっと反省します。予約します、今すぐします。9月6日花だれ当たった、嬉しい。花だれ、もしこの世界から故郷が消えたら、争うことなんかなくなるのに。お渡し会行きたい。お渡し会。もうまいちゃんさんのファンの方の列の中にリオがいたらいけるよね。私の分も訳してください。それはちょっと自分で買ってください。公園また来てね。
7時15分になったら壇上見たいと思います。フォローありがとう。あ、そうじゃ。で、そのもうマイちゃんさんがイケメンすぎるんですよ。そのおそろコーデ一緒にしたいですって誘ったのはリオなのに、でそのマイちゃんさんが注文してくださったから、そのおそろコーデのを2つとも、リオとマイちゃんさんの分2つをマイちゃんさんが注文してくださったから、それをリオに渡してくださるときに、あのお金払いますって言ったら、あの45万円だよって言われてギャーって言ってでその後あのプレゼントさせてねって言われて、イケメンすぎません？イケメンすぎません？イケメン先輩すぎません？なんか一緒に着れるの嬉しいから払わなくていいよって、プレゼントさせてねって言われて、リオから誘ったのにいいんですかみたいな、でちょっと甘えさせていただき、まいちゃんさんプレゼントしてくださったんです。優しい。でね、その服をそのマネージャーさん経由で袋でもらったんですけど、でそこにあの久々に交換ノートが入っててそう、あの久々のね、久々に交換ノートが入っていて、で読んだんですよ。そしたらさ、そこにあのまいちゃんさんのステッカー、多分クリボーのもん、クリボーのステッカーが入ってて、なんか魔除けになるからどうぞみたいな書いてあってそう、クリボーのステッカーをもらいました。そう、魔除けになりますって書いてあった。フォローありがとう。カートタップしても何も現れない。今はねできないんですよ。イケメンじゃろ？マジイケメンじゃろ？そう、45万円だよって言われて、ギャーって言いました。お優しいですね。なので明日は押し増し券が使えます。そう、リオは2時間目と3時間目なんですけど、どっちとも押し増し券が使えるので、あのまいちゃんさんとリオのとこにそれぞれ行ってください。そう、だからまいちゃんさんの推しの方はぜひリオにも、でおかり推しのみんなはまいちゃんさんにも言ってあげて、言ってください。言ってくださると嬉しいです。ね、雨が強くなってきた。急遽3部参加する、嬉しい、ありがとう。フォローありがとう。
かな。初見さんありがとうございます。ぜひフォローしてください。うん、雨が強くなってきました。そうそうそう、好きな曲だからね。真夜中は僕だけの時間だ、まあ誰も眠ってしまうがいい、本当の自分でいられて息ができる。名古屋ね、そう、あさって名古屋のフェスあるんですけど、なんかそのアイドルアラモード自体は普通に開催される見込みらしいんですけど、そのなんか新幹線でこっちから向こうの方にこう行くのがスティーブだけらしくて、だからその移動がねできれば普通に行けるんですけど、移動が止まってたら行けないけど。9月23、嬉しい、ありがとう。ん？そっか、今再販してるんか。再販中。目が茶色い。そう、車配信だと余計になんかさらに目が茶色く見える。カラコンじゃないですよカラコンじゃないですからね。これはもともとこういう色です。ね、もうプライベートジェットを用意せんといけん。けんさん、ありがとうございます。ぜひフォローしてください。あ、15分なっちゃった。ありがとう、教えてくれて。誕生日見まーす。あれ？なんじゃこれ。あー、そういうことか。あ、あー。なんか項目が増えてる。上のところの項目が増えてます。なんかそのカートで買ってくださった方の一覧を見るところとかあったりがあるんだ。なるほど。誕生日見ます。13位、岩佐竹さん、ありがとうございます。12位、シュウさん、ありがとうございます。11位、ラクラクさん、ありがとうございます。10位、伊豆吉さん、ありがとうございます。9位、シャガラピーさん、ありがとうございます。8位、ヒイラギさん、ありがとうございます。7位、アヤさん、ありがとうございます。6位、コアラさん、ありがとうございます。5位、カーブズキシ君さん、ありがとうございます。4位、鈴鹿さん、ありがとうございます。3位、台湾高尾さん、ありがとうございます。2位、リオシーさん、ありがとうございます。そして1位は
ドゥル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 ドゥン、昔からおじんさんありがとうございます。ありがとう皆さん、ありがとうございました。メールとか送ってるので見てください。あと昨日リオツンブログ毎週載せてるので読んでください。明日はあの台風がね悪化とかしなければオンラインお話し会があります。リオは2時間目と3時間目のお話し会です。あのどっちもおしまし券が使えるのでぜひ来てくれると嬉しいです。おすすめは3時間目です。来てください。あと明日リオ前の日なのでお楽しみに。超激カワおそろコーデです。であと明日リオのお話し会来てくれる方は何時間目に行くよっていうのを X とかで教えてくれるとめっちゃ嬉しいです。よろしくお願いします。ソロコーデです。あと今お話し会の受付中、お話し会の再販もしてます。今回であの多分9月23だっけな、9月23が最後らしいので皆さんよろしくお願いします。会いに来てね。明日お話が終わってから配信します。多分マイケルさんの近くでするのお話会知らない。当日明日行かないとレーンとか分かんないから知らない。3時間目ありがとう。それでは配信終わります。ありがとうございました。ありがとう。え、一応確認テロップ出てるよね確認出てる、絶対出てるけど、ありがとう。それではバイツーン。オンライン話し会みんなあの安全なとこでしてねあの外とかで豪雨の中とかやめてね。あのちゃんと安全なとこでしてねあの台風の実況中継みたいにならないようにね、ちゃんと自分の身は自分で守ってください気をつけてね。振りじゃないよ、振りだと思うなすぐ振りじゃないよ、違いますよ、違いますよ、ちゃんと。それでは明日お願いします。オンライン話し会来てくれるよって方は X で教えてくれると超嬉しいです。それではバイツーン。また明日ね。バイツーン。